ムスタファレシとパシャムスタファレシとパシャは、オスマン帝国の政治家、外交官、アブデュルメジト一世の命によって、ギューハネ直霊を起草、タンジマートを推進した外務大臣である。役人を志し宮廷へ出資、マフムト二世に徴用され1834年に、中仏大使として、パリに滞在、1836年に外務大臣に昇進して、 イギリス外相パーマストン施策と交渉を行い、1838年に、潜媒制廃止、定関税を記した、不平等条約を締結して、イギリスの支持を取り付けた。しかし、翌1839年に、第二次エジプトトルコ戦争が勃発、戦争中に、マフムト2世が亡くなる、非常事態となり、このアブデュルメジト1世が幼いため母木崎ベズミアレム、 スルタンの指示の下諸外国の関心を買うため11月3日に、ギュルハネ直令で帝国の改革を発表した。これにより、翌1840年、イギリスがヨーロッパ列強とロンドン条約を結び、エジプトに圧力をかけたため戦争終結につながった。しかし危機が去ると1841年に、中仏大使へ左遷され、1846年に、 大宰相に就任するも1848年に、悲免以後再任と悲免を繰り返しながら、改革進展と外交に力を尽くしたが、1853年に、ロシアが要求したエルサレムにおける、ギリシャ正教徒の保護を拒否したためクリミア戦争が、勃発した。1856年に、ウィーン議定書が締結された際に意見を政府へ提出、議定書に、 宗教的寛容が記されていることについて、改革で既でに認めていることを根拠に反論したが、列強の圧力で、政府は、ヒムスリムの政治、社会進出を記した、改革直令を発布。パリ条約でも、宗教的寛容を明記され、西洋の進出が著しくなった。ギルハネ直令を起草し、読み上げたムスタファレシュとパシャであったが、改革直令については、 走行段階ですでにこれに批判的であったという。1858年、6度目の大最小在任中に死去。ムスタファ・レシト・パシャは、タンジマート改革を進める一方で、人材投与を行い、メフメト・エミン・アリパシャ、メフメト・フワト・パシャやアフメト・ジェブデト・パシャ、ミドハト・パシャなどを引き立て、前者2名は、レシト・パシャなき後に改革直令に沿って、 タンジマートを推進、校舎2名は1846年に創立した、教師養成学校の校長と1876年の大宰相に就任、それぞれ民法典とオスマン帝国憲法編さんの中心となった。1837年にオーストリアのウィーンへ移住させた、外務省官僚サード・クリファトの意見を参考にして、ギュルハネ・直令を起草。 1849年に、イブラヒム・シナースイをフランスへ5年間留学させた、こともある。帰国後シナースイは、政府に仕えるが、レシト・パシャの死後1860年に、諸情勢の翻訳者という新聞を、刊行1862年に新たに、世論の叙述を創刊し、トルコ文学に影響を与えた。パーマー、P165P174。 長田、P288P299、新井、P47P49、P67P71、P79P85、P99P102。パーマー、P175P176。長田、P298P299、新井、P79P85、P91P119。 P165P166 ありがとうございます。